はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、折り紙ペイがどこでも使えるお得な200円クーポンを配布、使い方を解説ということでお伝えをしていこうと思います。はい、それでは今回クーポンの概要なんですけども、今回は折り紙ペイよりこちらの200円クーポンが配布されました。で、クーポンに関しては折り紙ペイのアプリのメッセージ欄に通知が来てると思うので、まずはそちらをご確認ください。そしてまずこちら有効期限は5月の17から5月の26日という、もう始まってますね。本日から使えるということですね。で、利用可能な店舗なんですけども、折り紙ペイが使えるすべての店舗で、まず使えるということ。で、主に、まあ、吉野家とか松屋、で、ローソンやウェルシャー薬局などですね。もし、どこでその折り紙ペイを使えるか知りたいときは、アプリの中にマップ機能というのがあるので、そちらでどこで使えるかを確認してご活用してみてください。ちなみに、吉野家だと牛丼並みがもともと352円なんですけど、今回のクーポンを使えば152円で食べれると。そして、松屋だと牛飯並みが320円なんですが、今回のクーポンを使って120円で食べれるということなので、まあかなりお得なのではないのかなと思います。で、こちらの使い方なんですけども、この画面の下の方にあるクーポンを使用してお支払いとあるので、ここを会計時にタップして、まあスキャンして支払うか、もしくはこちらのコードで支払うかっていうのを選ぶことができるので、まあ会計時に試してみてください。そして今回の注意点なんですが、まずお一人様1回のみということになってます。で、あの前回松屋のクーポンが何度でも使えたっていうのがあったんですけども、今回は1回のみなので、ここを気をつけてください。次に210円以上のお支払いに今回のクーポンが使えるということと、あとあの初回割引など折り紙ペイではあるんですけども、そのクーポンなどとの併用はできないのでお気をつけください。はい、ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。まあ、今回折り紙ペイが200円のクーポンを配布ということなんですけども、やっぱりこれはPayPayのあのキャンペーンが終わってからやっぱ仕掛けたっていうのはちょっと理由としたらありそうな気もしますよね。やっぱりそこから LINE ペイも仕掛けてるっていうのもやっぱ出てるので、やっぱ結構この QR コード決済の競争っていうのは見てるこちら側からしても結構面白いですよね。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしてますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。